前回その2としてしまったので、今回はその3ということで、相変わらずこう学部の4年から担当してる根柴さん、今、もうめでたく M2 になって、就職先も決まってますが、彼女の教授です。はい。ですね、まあ、かなりの大部分の場合、前回話したような話と重なりますけども、今回初めての方もいらっしゃると思いますので、お付き合いください。山単付き平坦折り可能性問題というのはどういうことかというと、連続な有限平面によりなるこういう四辺が与えられて、そして、あれ？ごめんなさい。四辺が与えられて、それで、この折り線に沿って、折り線を全部100、180度折ると。そして平べったく折り込めるかっていう話ですね。そういう質問があったときに、折れるか折れないかというのをイエス・ノーで答えなさいという問題です。で、これは一般にはこの NP 完全問題なんですよね。で、山谷がなくてもこれ一般には NP 完全問題です。で、まあ、それはそうなんですけど、一般の場合はそうかもしれないけど、解ける場合もありますよと。それの、まあ、多分最も簡単なのの一つとして、こういうふうに一次元山谷付き平坦折り問題というのがあって、これは彼らが発見したんですけども、こういうふうにもう長方形の紙になってて、そしてしかも折り線は全部その長方形の短辺に平行であると。そういうふうに限定した場合は、これは全ての折り線が、この折れるか否かは線形時間で解けるというのを発見しました。で、これ山谷付きじゃなかったら、これはもうさっきね、上原さんの話でも出てきたけど、ジグザグに折れば話は終わりなので、だからそれは常に折れます。だけど山谷付きだと折れない場合もあって、それの判定が線形時間で解けると。で、このアルゴリズムは、我々の問題、この紙、紙片とかをずっと一般化してやろうとしているので、この一次元の、一次元と言ってるのの理由は、これって紙の幅関係ないので、微小、どんなに微小にしてもいけるので、だからまあ、一次元と言ってしまってるんですね、表現はね。で、このアルゴリズムが全ての基本になっているので、だからこれはちょっと説明しておきます。そして、この厚みがもう無関係だというので、一次元として扱えるので、だから折り線の折り面がどこにあるかと、これ X 軸の座標みたいな感じで与えて、で、C0 と CN プラス1というのは両端なので、これは折り目じゃなくて端っこです。そして L というのが山単付きのラベルで、これは1から N までですね。この折り線に対して山か谷かという情報だけを与えると。で、これが入力として与えられたときに平坦折り可能かどうかということを聞くわけなんですね。でですね、彼らが見つけたこう条件、この3つの、この2つの折り方と最後の1つの性質を使ってうまくやっています。その段折りというのは、こういうふうに、山と谷がこういうふうに連続しているときに、この間の長さが、この両端の長さのどちらと比べてもそれ以下になっている。イコールでもいいんですけど、そういう場合にはこういうふうにジグッと折れるんですね。そうすると、この折った時のこの出、ここの折り線がこちらの折り線に出っ張らないので、だから邪魔をしないんですね、この折り線をね。だからこの折った後も折って引っつけることが、もうなこの2つの折り線はないものとして扱うことができるんですね。これを段折りと言います。それで端折りは段折りのさらに簡単なやつというような感じで、一番端っこをパカッと折れる条件で、やっぱりこの長さがこの長さ以下になっていれば、パタッと折ってもこの折り線の向こう側に端っこがはみ出ないのでいいでしょって。これ、両側ありますね。この条件を満たしていると、時に折れる。そしてですね、もう一個、こっちは性質なんですけど、速性というので、これ約上原さんは訳したんじゃないかと思うんですけど、速性という性質があって、で、この同じラベルの極大列、この例えば山がずっと並んでるとしますね。こっちの方にずっと並んでて、しばらく行ったら谷があるとしても、ともかくいくつか山が並んでるときに、その端っこの谷折りとの間のこの長さが、その隣の長さ以下になってる。それが速性というんですね。で、反対側でもいいんです。もしこちら側がその条件を満たしてないなら、反対側がやっぱりその同じ条件を満たしてる。両端のどちらか、つまりオアですね。で、満たしているというのが速性を満たしているという言います。それは何を言ってるかというと、これ少なくともそうなってないと、
こういうふうにぐるぐる巻けないんです。これ山が連続してるからぐるぐる巻くしかないんですけど、少なくともどっちかは中に入れないといけない。もちろんぐるぐる巻けるためにはこの長さはこの長さ以下になっていかなきゃいけないというか、どんどんそれは波及するんですけど、でもまあ、順々に折っていくので、端っこだけがその性質を満たせばいいというふうに言うんですね。で、この3つの、性質と、あれ、ちょっと待ってください。あれ、なぜか動かなくなっちゃう。なんで、あ、動いた。すみません。そうすると、この彼らはこういう方題を示しました。平坦折り可能な一次元山谷付き展開図は速性を持つということを証明しました。そして速性を持つ一次元山谷付き展開図には段折り可能な折り線の追加、端折り可能な折り線が必ず存在する。で、補題3として、段折りと端折りはどちらも平坦折り可能性を保存する。だから、この3つの補題を使えば、ぐる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 回って、機能的に、全部折れるということが言えるんですね。で、結局それから、で、定理1、平坦折り可能な任意の一次元山谷付き平坦、山谷付き展開図は段折りと端折りの列で平坦になることができるということが証明できます。で、これをうまくやれば線形時間にできます。で、我々がそれを一般化してですね、ちょっとそれを斜めにしたんですね。平行四辺形にして、で、折り線はやっぱりその平行四辺形の、短辺に全部平行として、こうやって角度シーターを与えて、一次元の問題に角度シータの情報だけを与えるという、ね。もちろんその長さも関係あるんですけど、この幅は1と、高さは1と、一応正規化すれば、その情報はいらないので、こういうふうにすることができる。一次元山谷付き平坦折り問題の問題量の入力にその角度だけを入れると。で、この角度はまあ0から90度という、90度だったらもう一次元の問題ですね。で、これに対して、これがやはり線形時間で解けるということを、このエリックとかマーチンとか、奈良先生とか、タチ先生とかに加わっていただいて、あとはこの、白浜さんと戸村さんというのは私のところの学生ですね。で、なんとか論文になりました。そしてですね、で、前回のこの研究集会の発表で、こういうのにまで、一般化できましたよっていう説明をしました。これを軸凸と名付けたんですけど、アクシスコンベックス。で、この軸凸っていうのはさっきの X 軸凸と同じような話で、X 軸方向にの関して、あっちは単調か。すみません。だけど、こちら、凸多角形の一般化で、折り線が平行であるという前提のもとで、折り線を Y 軸に平行な形に置いたときに、その時に、まず X 軸に平行な直線との交わりは全て連続である。で、Y 軸に平行な直線との交わりも連続であると。この2つの条件を満たすような多角形のことを軸凸と言いました。この軸凸というのは、ですからこの置き方によって変わるので、折り線は Y 軸に平行に置かなきゃいけないという制約です。これは任意の多角形は当然軸凸になりますので、任意の多角形を含む一般的な形になります。で、これを解くときに重要な考え方として、我々が導入したのはこの全面シート、ユニバーサルシートという考え方で、これはこの軸凸の多角形を含むギリギリの長方形を考えたときに、これ一次元や、この長方形は一次元山谷付きの問題になるんですよね、一次元の問題。だから、これは彼らのアルゴリズムで折れる。で、だけど、そしてしかもこれが折れたら軸凸の方も当然折れるので、これ部分集合。だから、これが折れるということは、軸凸の元の問題が折れることの、十分条件になるわけですよね。で、だから、これはちょっと使えるだろう。で、まあ、今後、ちょっとこの一次元の、彼らの一次元山谷付き平坦折り問題のアルゴリズムは、クリンプというふうに、簡単に呼ぶことにします。で、じゃあ、さっき、十分条件が出てきたので、必要条件の方も見つけたい。それはどういうのかというと、今度は、この折り線に垂直な直線を考えて、それが交わる部分ですね。さっきの軸凸の定義に出てきたですね。これは連続したものになるんですけど、これらがの部分、ここっていうのは、この赤い、例えばこの赤い線の部分だけを見ると、これは一次元の山谷付きの問題に、やっぱりここもなってるんですね。この部分だけ取り出すと。そうすると、今度はこの部分が少なくとも折れないと全体は折れてくれないですね。
だこの赤い線はそれぞれ必要条件になっていると。だからそのを必須部分インスタンスと我々は名付けました。だから必須、すべての必須部分インスタンスというのは入力インスタンスに含まれるし、入力インスタンスというのは全面シートに含まれるという包含関係になっています。で、だからその結果、つまり必須部分インスタンスと全面シートがたまたま一致するような問題例は、なんとこれ一次元の山谷付きと同じなんですね。これが必要条件で、こっちが十分条件なので、この間に挟まれて OK という感じですね。だからこういうのがあると、これは実はこれ、トスじゃなくても、どんな図形であっても、どんなぐっちゃぐちゃの図形であっても、この条件を満たしていれば、ちゃんと一次元に帰着することができるという、これはなかなかありがたい。で、じゃあ、でも単調軸と多角、ごめんなさい、軸と多角形は、アルゴリズムはどうしたらいいかというと、まずですね、簡単にこの上と下をこの切り落とすことができる。どういうふうに切り落とすかというと、これ全面シートなんですけど、この例えばこの右側を見たときに全面シートにくっついている部分の一番下の点から左にまっすぐ線を引いて、ここで切り、ここの線で切り落とせるんです。で、こちらも同じことです。こちらは一番上から切り落とす。で、切り落とせるというのはどういう、何を言ってるかというと、切り落としてこういう形にして、こちらが折れることが、元の図形が折れることの必要十分条件であるということは、これは簡単に説明。なぜかというと、まず、こちらが、左が折れれば右が折れるっていうのは、これは含まれているので、これは当たり前ですよね。で、逆に右が折れれば左が折れるっていうのは、どうして言えるかというと、これが折れるということは、この赤線の部分も折れてるわけですね、同じやり方で。そうすると、この上の部分っていうのは、これ、軸凸の性質から、この赤線の必須インスタンスに含まれてるんですよね。だから、この赤線の部分が折れれば、それと同じ折り方で上が折れるわけです。そうすると、上の部分と下の部分っていうのは、互いにはみ出ませんので、この赤い線がね。だから、両方同じように折れるということは、そこを後でくっつけてやればいいというだけの話になるので、問題ないと。下の方も同じことです。だから、こういうふうに切って、こういう図形で考えてやりましょう。こういう図形で考えると、これはた、上側の線も単調増加になるし、下の線も単調増加なので、ちょっと扱いやすいというので、単調軸と多角形ということにします。で、さっき必要十分条件になるという話をしてましたけど、もちろん、ああいう複雑な形になると、簡単に必要十分条件にはならない。なぜ、例えば、こういう平行四辺形だとしても、こういう形で2本折り線があると。これは、1次元の問題を考えると、これは折れないですよね。両端がぶつかってしまうので、これは明らかに折れない。だけど、でも、平行四辺形の元々の問題を考えると、これ実は行き違うので、これは折れてしまうんですね。だからこの違いをどうやってちゃんと区別するかというのが一番大事なんですけど、これでインスタンスの分割という技法、これがを我々はやっています。で、それは例えばですね、これは簡単な例なんですけど、折り線が1本しか含まないような必須部分インスタンスがあると、そこでちょきんと切ってしまっていいんですね。いいとはどういうことかというと、切ってしまって2つのインスタンスに分けて、上がと下が両方、それぞれ独立に解いて、両方とも平坦折りできたら、これも元のやつも平坦折りできますよというふうに言っていいというんですね。なぜ言えるかというと、それはまずこちらが折れれば、両方とも折れるというのはもう当然なんで、逆ですね。この両方折れたらこちらも折れるというのは、それはさっきの話と同じで、ここ折り、この切った部分に折り線が1個しかないので、折り方が一通りしかないんですね。パタッと合わせるしかなくて、どっちを上にするとか、どっちを下にするっていう関係が全くないので、だからこれは全く気にせずに貼り付けること。だから、これを切っても全く問題ないですよっていう話になります。で、これだけかというと、実はもうちょっとあって、折り線が0の場合はもちろん切れるんですけど、2本あっても切れる場合があって、こういう場合ですね。折り線が2本あるんだけど、この真ん中の長さがある程度長いので、両端の長さを足したもの以上ある。こういう時も切っていいんですね。こういう時も切っていい。なぜ切っていいかというと、やっぱりさっきと同じような話で、これ両方折れたとしたときに、この赤線の部分の折り方っていうのは一通りしかないんです。なぜかというと、この A プラス B が C、A プラス C が B 以下になっているので、折ったときに A と C が重ならないんですよね。
重なったら上下関係ができるので、上の断片では上こっちを上にしなきゃいけないけど、下の断片はこっちを上にしなきゃいけないっていうことがもしかしたら起こるかもしれないので、それ無責任に切り離せないんですね。だけどこの状況を満たしてれば折って絶対に上下関係はできないので、折り方はやっぱり一通りしかないんですね。だったらそこで安心してくっつけることができる。だからこれも切ることができると。で、ただしこれ切ることができると言ってもむやみに切れないんですよね。なぜかというと、こういう線は無数にあるからです。ほんのちょっとこの線をイプシロンだけ下にずらしてもやっぱり切れますから、全部切るのかそういうわけにいかないです。だからどこで切るかということをしっかり決めないといけないんですけど、それを我々は固定してこういうことで、さっきの条件を満たしていて、しかもこの1番目の条件、この王頂点というのは何かと言ってる言うと、この凸多角形で見た時のこのへこんでる部分の頂点ですね。この頂点を通る必須部分インスタンスか、もしくは折り線とこの周外周とが交わる部分から引くと、この2通りの線でさっきの条件のどちらかを満たしたところで切ってください。でこれは当然線形本しかないので、あの入力と、まあ、あの折り線の情報と、あとこれ多角形の頂点の情報もありますけど、 N プラス M の個数で、それだけ本の線形本しかないので、オーダーの N プラス N 個しかないので、だからこれはあのそんなめちゃくちゃ切らんでもいいと。で、こういう操作を導入して、我々はセパレートという。で、これ、あの前回も似たようなこと言ったんですけど、実は前回のセパレートの条件ではですね、ちょっと不十分の場合が証明を精査してたら見つかってしまってですね、そしてすいません、それでこういう言い方でちょっときちっと、こういうふうにしないとダメだな、定義しないとダメだなということになって変わります。で、今度は大丈夫だと思います。で、そのセパレートとクリンプと適用できる限り適用していくと、そういう やることによって、最終的にどっちも適用できなくなったら折れませんよという判定するというアルゴリズムで、これでまあ実行できる、ちゃんと判定できるということが証明できます。で、これを実はですね、うまくやることで、実行時間は実は線形時間、頂点数、折り線の数足す多角形の頂点数、ね、この線形時間で解くことができるということも言えます。でですね、心が解ける方なんですけど、前回と前々回の発表でも言いましたけど、NP 完全になるようなものはないのかという、そこがやっぱり気になるところで、でそこをちょっと考えました。で、その結果、一応ですね、なんとか見つけました。ただし弱 NP 完全です。弱 NP 完全っていうところが弱いんですけど、でですね、図形はどういう図形だと、我々前回の発表でもめちゃくちゃぐちゃぐちゃにしていけばこう NP 完全になるんじゃない可能性もあるなと言ったんですけど、実は図形はですね、一次元でいけました。でもうすでに矛盾しとるやないかと、さっきお前は一次元はの線形時間が解けるとね、言うたやん。その通りです。だから、山谷付きの方をちょっと一般化するんです。山と谷だけじゃないと。他のラベルもアサインしていいんだよというと、そろそろちょっと怪しくなってきたんですけど、何でもありという折り線を許します。アービトラリーの A だったんですけど、オールの方が日本語にしやすいかなって、A、何でもありというラベルです。全、ラベル全という。この善は何が善かというと、山と谷のどちらでもいいだけじゃなくて、折らなくてもいいという制約も入れます。ね、山折りにしてもいいし、谷折りにしてもいいし、折らなくてもいい。そういうラベルも許すということです。山と谷と善、3通りのラベルを許すと。そうしたら実は一次元でも弱 NP 完全。まあ、このあたりまで話すと、まあ、上原さんあたりはもう感づいてる可能性がありますけど、まあそうなんですね。希釈ものとの問題は分割問題ですね。分割問題で折らないくていいなんてのがあったらできそうですよね。で分割問題はまあ、ご存じない方のために説明しますと、生成数 N 個の生成数が入力されます。 A1 から AN までの生成数が入力です。これがインスタンス。そして何を聞いてるかというと、その生成数を真っ二つの集合に分けて
2つに分けて、両方の合計を同じにできますか、ね。そういう問題です。それを分割できる。同じ大きさの集合にきちっと分割できますかというのが分割問題で、これは簡単そうに見えて、実は NP 完全です。ただし、弱 NP 完全なんで、シュードポリノミアルタイム、ちょっとその辺は専門的になりますけど、それはあるんですね。ある。これはある。で、まあ、でも弱でも一応証明できたら多少嬉しいので、これがその帰着方法ですね。こういう紙片で、全部これは谷です。そして、ここにあるのは拡大図がこうなってますけど、これは全部全です。で、ここに A1、A2、A3、AN までずっと並べます。これだけです。これだけです。これで OK です。で、なんでこれで分割問題になってるかというと、結果的に言うと、これ折ったのを横から見た図です。この長くなってる部分は、これね、幅が本当はないはずなので、だけど書けなくなってしまうので、折り線、折り目一つをこういうふうに縦に書いてるだけなんです。で、これ、この部分、この部分がここになってます。この部分になってますね。で、この端っこから端までをうまく折って、同じとこに戻した。つまり、この線に、この線を折ってうまく合わせることができたら、こうなりますよ。こうならないと、うまく折れないという構造になってるんです。それで、なぜかというと、これ、ちょっとでも右にずれてしまうと、ここの部分がこの部分に突っかえるんですよね。で、ちょっとでも左に出たら、今度はこの部分がこの部分に突っかえるんですよね。だから、これは、損をしないといけない。で、この合計よりも、この L という単位は長くないといけない。これ長くしてないと変なことが起きて、これを例えばここから折らずにずっと開き直って右に伸ばして、ここから越えてこっちに行けたりしたら困りますよね。だからそうならないように、そういうことはできないよっていうふうにするために、 L はある程度長く置いてあると思うんですね。これ多分見落としはないと思いますけど、これはこうするしか分割問題はとかで、まあここが一致するということは、右向きに行ったものと左向きに行ったものとのに分ければ、右に向きに行ったものの集合と左に行ったものの集合っていうのに分けると、イコールになってないといけないということですね。だからそれ分割問題が解けてますということに。だから、これでまあ、なんとかめでたく、一応、NP 完全、ちょっとラベルを変えましたけど、ただ、一次元でできたというのはちょっと嬉しいかな。でも、こういうのを見ると、いや、そりゃ、そんなんでよかったら、それはできるよというふうに、ね、理論をやっておられる方は、みんな思うと思いますけど、まあ、ともかく見つけたと。それで、まあ、まとめいきますと、まあ、本研究の成果としては、軸突多角形に対する線形時間アルゴリズムを示しましたと。でですね、ラベル全というのを導入すると、一次元で弱 NP 関連を示す。で、今後の課題としては、多項式時間アルゴリズムとして、紙片の形状はもうちょっと一般化できるはずなので、それは一般化したいと。で、NP 完全について、やっぱりもうちょっとなんか見つけたいなと。まず、山谷ラベルだけでやっぱりやりたいというのがあって、で、しかも強 NP 完全にやっぱりしたいんですよね。それをなんとか見つけたいと思っております。はい、以上です。ございました。では、質疑の方をよろしくお願いいたします。あ、一ついいですか。強 NP 完全にするなら、スリーパーティッションだよなって気はするんですけど、まあ、それはいいとして、その大悠さんの一番最後の山谷ラベルだけでっていうのは、折らないっていうチョイスをなくしたいっていう意味ですか。まあ、そうですね。まあ、まあ、そう、折らないっていうのはやっぱり邪道かなと、うん。山と谷のどちらでもいいというのを許すというのは確かにありますよね。うんうん、私としては山と谷をきっちり、山と谷のラベルしかないというので証明できたら一番いいんですけど。なるほど。でもまあ、そこら辺はともかく最初はできればいいと。うん、うん、うん。そうですね。なんか、うん、そうですね。なんか、はい。いろいろ思うところあるんだけど。うん、そうだな。うん。まあ、そうだよなって感じ。はい。ありがとうございます。
はい、いかがでしょうか。あ、じゃあもう一個、すいません。例えば、その、多角形、凸多角形じゃない形にして山谷が全部ついてるとか、そんな感じを大雄さんは考えてるわけですか、そしたら。うん、そうですね。まず凸多角形は絶対にできてしまうので、そうですね。でさえできてるので、うん、だからもう、とも紙の形はどんなぐちゃぐちゃでもいいから、うんうん、なるほど。折り線が平行という条件だけを保ったのが。折り線が平行か。はい。なんかこう、いろいろ、フォークじゃないですけど、串型みたいにたくさん枝分かれしてて、それで、スリーパーティションを還元するとか、そんな感じでしょうね、できるとしたらね。うん、ただね、私ね、スリーパーティションはね、なかなかどうやっていいか分からなくて、うん、というのは、うん、分割問題はね、ああいうふうにできるけど、スリーパーティションってこう分けないといけないじゃん。そうなんですよね。この分け方が分からない。だからそれよりはまだ、スリーサットとかね、そちらの方が、うん、ある。つまり、コールかコールかで、1か0かに分けれるとかね。うん。ね、それで上下に、一旦紙が上下になってしまうと、それはずっと永久に分かれても、フォークのように分かれても上下は変わらないですね、はい、それをずっと伝播させて、うん、うまく上にある方を使わないとクローズが充足できないとかいうふうにできればいいんですけど、簡単じゃないんですよ、これなんか、うん、それは簡単じゃない。だから上原さん得意そうなんで考えてください。はい、一緒に考えましょう。はい。あ、ちなみに今の問題の何だろう、今これは折り状態があるかっていう問題であって、単純折りみたいに、はい、こう、パタンってこう、その動きの間でぶつかっちゃダメみたいな制約はないやつですよね。あ、そうです。いわゆる合体、合体に、というふうにしたら話が変わります。つまり、板みたいになってて、ぶつかったらダメですよって。そういうふうにすると話は変わります。我々の問題は、土はなんか、やわやわだと。そう、スルッと避けていいんだよと。うん、そのパタッて動かさないといけない方の単純折りの方は、やっぱり、NP ハードのが出てくるでしたっけ、うん、それ、うん、それはね、かなり近いのがあります。今ね、忘れたけど、ザックだったかな、なんかあの辺りが。出してて、合体という条件のもとだと、かなりシンプルな問題で、NP 完全性が証明されています。ただ、あれは合体だから、こう、ぶつかったらダメというのを使っているので、紙だから、それは避けていいでしょうと。さすがに通り抜けるのは良くないけど、避けるぐらいのことは許していいでしょっていうのがあるので、それを入れると、かなりでのことができてしまうので、ちょっと、とうん、少なくともその証明は使えないんですよ、うん、ありがとうございます。そしたら、時間になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。